こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、プレステのチョロ Q2 だぜ。いやまたレースゲーム。ああ、前回、前々回とオーバードライビンをプレイしてあまりの勝てなさにうつ主の心がへし折られ精神が崩壊したので、うつ主の崩壊した精神を修復するべく今回は身の丈に合ったレースゲームでもプレイしようかなと。いや何意味わかんないこと言ってるのよ。まあとにかく今回はこちらのチョロ Q2 をちょろっとプレイしてみます。チョロ Q だけに。チョロ Q だけに今回はこちらのチョロ Q2 を。わかったからとっとと始めなさいよ。ほいほい。ってことでスイッチオンです。あ、ちょっと前にチョロ Q1 をプレイしてみた動画も出してるのでまだご覧になっていない方は先にそちらをご覧ください。ちゃっかり過去動画も進めてるし。てか基本的な部分は1も2もあんまり変わらないのでゲームのシステムに関しては1の動画でざっくり説明してるのでそっち見てちょ。さては説明が面倒になっただけね。まあそんなに複雑なゲームじゃないと思うからそもそもあんまり説明いらないかと思います。でもまあ一応ざっくり説明しておきますとコース走ってお金貯めてパーツ買って車チューンナップしてレースを勝ち進んでくってゲームです。いや本当に一息でざっくり説明しやがったし。とにかくあんまり難しいことは考えずに子供から大人まで誰でも気軽に楽しめるレースゲームとなっております。ってことでタイトル画面になったので始めていきます。ちなみにメモリーカードにチョロ Q、またはチョロ Q バージョン 1.02 のデータがある場合はボディと所持金線 G を引き継ぐことができるらしいのですが、データ整理するの面倒だったので今回は引き継ぎなしで始めていきます。せっかく1のデータあるのに引き継がないのね。まあどうせボディと線 G だけでパーツは引き継げないみたいだしいいかなと。で最初に車選ぶんですが今回は当時も使ってた左上の赤いやつにします。そういえばチョロ Q には当時持ってたけど手放したとか言ってたっけ？ああ。なので1やった後にアマゾンでポチって買い直しました。てか同様にチョロ Q さんもすでに買い直してあるんじゃ。そこはまあご想像にお任せします。で車の名前はウプヌシの乗る車なのでウプヌーゴーというハイセンスな名前にしておきました。いや毎度毎度クソダサいのよ。でこちらメニュー画面なんですが1との一番の違いはなんといってもチョロ Q タウンに行けることです。チョロ Q タウンって何なの？チョロ Q タウンはレースとは違って街中を自由にドライブできるモードなんだけど街の中にお店やコースなどが隠されていてそれらを見つけることでできることが増えていきます。へえそうなのね。でこちらがそのチョロ Q タウンです。ここは自宅って感じかしら。そうだな。ちなみにタウンって言っても人が出てきたりとか他の車が走ってきたりとかは特にしません。それはちょっと寂しい気がするわね。まあでも歩行者にヒヤッとすることもなければ他の車に煽られてイラッとすることもなく街中を爆走できます。そうですか。でこんな感じで怪しげなところに体当たりしてショップやらなんやらを見つけていきます。なるほど、レースゲームにちょっとした探索要素が加わってるって感じなのね。ああこういうのちょっとワクワクするよな。ちなみに一度見つけた場所はメニュー画面に表示されるようになり、そこから利用できるようになります。一度見つければもう行かなくていいわけね。ああ、この辺なかなか親切設計だよな。さてさて、ではそろそろコースの方を走ってみます。1の時と同じでまずはスプリントレースで3位以内に入ってコース増やしていってグランプリレースに挑むって感じね。ってことです。で操作方法に関しては前作とほぼほぼ一緒で、方向キーでハンドル操作、×でアクセル、四角でブレーキ、三角でクラクション、丸で視点切り替え、L1 でシフトダウン、R2 でシフトアップって感じなんだけど、前作ではマップ表示はセレクトボタンか L2 ボタンでできたんですが、今作ではセレクトボタンは使えず L2 ボタンのみでマップの表示非表示を切り替えるようになってます。大した違いじゃないわね。そうなんだけど、L1 がシフトダウンだから L2 でマップ表示だと押し間違えることあるので個人的にはセレクトでマップ表示できた方が嬉しかったです。本当に個人的な理由ね。まあ慣れればなんだ問題ないけどな。当時は全然気にならなかったし。で、操作感としてはどうなの？そうだな。1に比べると全体的にやや軽めでハンドリングはちょっとクイックになってる印象かな。そうなのね。まああくまでうつ主の個人的な感想だし初期状態の場合はってことなのでカスタマイズすればまた印象変わってくると思います。てか1にしろ2にしろチョロ Q 楽しいっす。やっぱりうつ主にはリアル思考のレースゲームよりこっちの方が合ってるみたいね。そうだな。リアル思考のレースゲームも嫌いじゃないけどやっぱこう難しいこと考えずにサクサクプレイできるレースゲームの方が合ってる気はするな。
タイヤ交換やら燃料補給やら考えながら走るのはウプ主の脳みそだとちょっと大変すぎるしね。ああ、なのでそこそこ歯ごたえあって手軽にプレイできるチョロ Q シリーズはウプ主的にはやっぱドストライクです。てなわけで一番簡単なショートサーキットはなんとか1位でゴールできたので、ここからは例によってウプ主がプレイしたところまで飛ばし見ていきます。この後はショップでパーツ買ったりしつつスプリントレースを進めていき、現状出せるコース全部で3位以内に入り、ワールドグランプリが出現しました。ここからが本戦って感じね。で早速ワールドグランプリに出場してみたんですが、なんか敵がやたら速くてショートサーキットですら3位以内にも入れませんでした。なんでよ、ちゃんと車カスタマイズしてあるんでしょ。ああ、今買えるパーツの中では一番いいものにしてあるはずなんだけどな。で一応このまま最終戦までやってみたんですが、結局最後まで思うように走れず、順位はまさかの6位でした。全然ダメダメじゃない。ああ、いくらヘッポコなウプ主でもちゃんとパーツ買い揃えてれば勝てないはずはないんだけどな。当時より相当腕が落ちてるとか。いえ2番目のパーツショップ探し忘れてただけでした。は、チョロ Q タウンで2番目のパーツショップ探し忘れてただけですってよ奥さん。いやだから誰が奥さんよ。いやおかしいと思ったんだよな。いくらなんでも敵の車との性能差ありすぎてミスなく走ったところで全然追いつけないし。ってことでしばしお金試してがっつりパーツを揃えました。今度こそまともに戦えるようになったわけね。ああ、パーツ揃ってても苦手なコースだと1位になれないこともありましたが、最終的には同点ではありましたがなんとか1位になれました。1の時みたいにまた次のグランプリが出現するのかしら。ああ、ワールドグランプリをクリアするとスーパーグランプリってのが出現して、それをクリアすれば一応エンディングになります。ただし普通にクリアしただけじゃこの通りスーパーグランプリは出現せずワールドグランプリのままです。じゃあどうやったらスーパーグランプリ出るのよ。スーパーグランプリを出現させるためにはワールドグランプリに参戦しレースを進めていくと、メニュー画面の背景が春夏秋冬と変わっていくので、季節ごとにスプリントレースに行き、そこでそれぞれの季節にしか出現しないコースをクリアしておかないといけません。そうなのね。ああ、ちなみにウプ主さんはそのこと忘れてて何度もワールドグランプリを走り直し、なんでスーパーグランプリでないんだと危うく怒りでスーパーサイヤ人になるところでした。いやそれくらいのことでスーパーサイヤ人になれるわけないから。てか忘れてたんならどうやって気づいたのよ。結構粘った後ネットで調べました。いやなら最初からネットで調べればよかったじゃない。うっせハゲ。だから誰がハゲよ。まあとにかくそんなこんなでスプリントレースの季節ごとのコースもクリアして、再度ワールドグランプリを勝ち抜き、スーパーグランプリ出現しました。これでようやく次に進めるわけね。ってことだな。あとこのタイミングでさらにスプリントレースにサイバーってコースが追加されます。なんかメカメカしい感じね。ああ、名前の通りこんな感じのメカメカしい宇宙船みたいな雰囲気のコースです。1よりも2の方がさらにバラエティに富んだコースになってるみたいね。ああ、2は1の良さを引き継ぎつつしっかり系統進化したって感じの作品になっております。でこの後はスーパーグランプリに挑み、こちらもこんな感じで勝ち進んでいき、最終戦まで来ました。今回は特にカットしまくってるわね。今回はかなりダラダラとプレイしてたのでカットしまくらないと見れたもんじゃありません。でスーパーグランプリの最後のレースもこんな感じで走っていき、一度1位に躍り出ればあとは難なくそのままゴールです。これで一応ゲームクリアになるわけね。ああ、この後はこんな感じのエンディングが流れます。敵の車の名前紹介ね。ああ、で敵の車の名前紹介の後スタックロールになり、スタックロールが終わるとこんな感じのメッセージが表示されてエンディング終了です。このゲームには終わりはありませんってことかしら。まあレースゲームだし遊ぼうと思えばいくらでも遊べるしな。あとはチョロ Q タウンで旧コースを発見すると1で出てきたコースも遊べるようになったり、スーパーグランプリをクリアした後にチョロ Q タウンで謎の店を発見するとそこでさらにいいパーツが買えるようになったりします。謎の店は1の時も出てきたわね。今回も悪魔シリーズのパーツが登場しますが、悪魔のタイヤの価格が1の時の10倍に跳ね上がってるので購入するのはかなり大変です。
そうなのね。ああ、まあ2の方がお金稼ぎやすいから1の時と価格の変わらない悪魔のエンジンの方は相対的に入手しやすくなってはいるけどな。ちなみに何度も走ってお金貯めるのしんどいって人はカジノで一攫千金狙うのもありかもしれません。へえ、スロットもできるのね。カジノ以外にも04やジムカーナなんかもあるのでミニゲームもそこそこ充実しております。でとりあえず少しお金貯めて悪魔のタイヤ以外は大体パーツ揃えてみました。なんだかんだ結構がっつり遊んだのね。当時はちゃんと悪魔のタイヤ買うまで頑張ったんだけどさすがにそこまでやる気力はないのでここまでだけどな。でせっかくなので最後にちょろっと悪魔のエンジンの加速力を見てみましょう。一瞬で6速まで持ってけるのね。ああ、タイヤも悪魔のタイヤならもっとスムーズに加速できると思います。てか悪魔のタイヤじゃないと悪魔のエンジンの加速力にタイヤのグリップがついていけないので結構ハンドル操作が大変です。確かにちょっとしたところでもタイヤスリップしてる感じね。ああ、なので気を抜くとすぐスピンしてしまうのでかなり慎重なハンドル操作が求められます。でもやっぱ段違いに速いわね。ああ、やっぱこれくらいかっ飛ばせると気持ちいいな。とりあえずこのままこのレースが終わるまで眺めておきます。はい、ってことで悪魔のエンジンの威力はこんな感じでした。初期状態とは別のゲームかってくらいスピード感違ったわね。ああ、でも急コースの適車はかなり速いのでコースによっては慣れないと結構苦戦することあるけどな。ってなわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.